皆さんこんにちは。こんにちは。カントリーベース口です。坂本です。はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。今日はですけれども、もうババンで出ると思うんですよ。はい、ちょっと5周年。お、ありがとうございます。何ですか。ガリカチョーンです。あ、5ってこと、ね、5周年です。ああ、はい、そういうことですね。はい。桜市スタイルさんが8月の27、はい。そうですね。8月の27で、5周年を迎えたということで、うん、ちょっと桜市スタジオ、桜市スタイルさんの、はいはい、あのショースタジオの方に遊びに来させていただきました。あ、そうですね。はい、ありがとうございます。そのために来ていただいた。当たり前じゃないですか。あ、本当です。当たり前じゃないですか。5周年のお祝いをするために僕は金沢から来てるんですよ。じゃあ今日おごってくれるんですか。何ですか。ケチな。ケチじゃねえし。もうでもあのほら、まあ、前身の会社がられて。はい、で、まあ、桜市スタイル株式会社桜市スタイルね、うん、そうですそうですになってから、まあ、丸4年経ったってこと丸5年目丸5年経ったんだ、うん、じゃあ6年目になったってか、うん、なのかな、あ、うん、丸5年ってでもまあすごいよね、会社やりますよって言ったのはすげえ覚えてるんですよ、はいはい、で多分まだここじゃなかったと思うんですよ、うん、ここじゃないですね、だから5年間どうでした、いやね、ヒゲさんたち30周年でしょ、30周年そういうことで、その前多分20周年とか25周年とかイベントとかあったじゃないですか、あったあったあった、まあその時からやっぱ思ってましたけど、うん、やっぱりこうすごいなって思ってたんですよ、20周年とか30周年とか、はいまあ、10年でもすごいなと思うんですけど、うん、まあそれがこう年を経つごとに身に染みて分かってくるというか、ああ、うん、なるほどね、うん、まあ1、2年っていうのはまあ簡単に言ったらあれですけども、なんとかなるような気がしたんですよ。やっぱその先ですよね。まあ確かに、ね。うん、だこれから10年、10周年とか15周年っていう、うん、言えるのかな、本当にとか。なるほど。うん、結構、うん、なんか大変なと思って。急に暗い話になってたけど。暗い話じゃなくて、やっぱこの、しんちゃんのその活動とかっていうのは、やっぱ職人さんにとって憧れの、まあ、働き方になってると思うんですよ。ああ、まだまだです。職人さん、まあ、まだまだだけどね。お前で言うな。職人さんでやられてきてて、で、株式会社でやられて、今、従業員が5名いらっしゃって、はい、でしかも、まあ、サンデコジャパンとして、建材の販売もやられてるじゃないですか。はい、だから今、まあ、これからうちどうなっていくのかなと思われてる職人さんも、まあ、もしかしたら2年後かもしれんし、3年後かもしれんし、4年後かも。知らないじゃないですか。うん、すごくなんかね、こうやって活躍されてるのをね、やっぱ多くの人に知ってほしいなと思ったんですよ。ああ、そうです。いろいろと、まあまあ大変な思いにね、してらっしゃるのはすごく、分かってますけれども、でもやっぱり、なんだかんだとこうやって5周年迎えて6年目に入っていけるっていうのは、すごいんだと思うんですよ。そうですね、なんか、うん。あっという間でしたけどね。あ、まあ終わってみればね。うん、あっという間ですけれども、うん、なんか、そうですね、大変ですね。まあ大変なことはあって、なんかその株式会社にされて、要するに社長じゃないですか、桜本社長じゃないですか、はい、になられて何が変わったというか、何がその大変っていうか、なんでしょうね、そのどういうふうにしていこうかって、うん、あるじゃないですか、思いとか、はいはいはい、あるじゃないですか、ある、まあ、それって理想じゃないですか、はいはいはい、でも現実そうじゃないじゃないですか、うん、まあ、そこに行くために何をするべきかってこう積み重ねていくんですけど、まあそんなやっぱ楽じゃないので、まあ山あり谷ありでこう、まあ、そうだね、やっぱこう経営、まあ、経営してるつもりはないんですけども、うん、まあ作業もしつつ、うん、まあそういったお金のことも見つつ、はいはいはい、まあ、次何しようかなって考えつつみたいな、なるほどね、まあ、なんか全部がこう同時でいろんなことをやってるので、はい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 、なんかそれが一番大変なのかもしれないですね。ああ、なるほどね、はい、確かに経営ってなかなか一言で言うけども、まあやらなきゃいけないことは結構ありますからね。うん、結構ありますね。そしてほら、対外的な、まあ、書類だったりとかね、うんうんうん、まあ、もちろん財務諸表とか決算もそうかもしれないけど、株式会社からね、うんうんうん、まあ、そんなことも含めて確認事項はやっぱ増えたんじゃないですか。うん、増えました。でも全然わかんないですけどね。いやでもまあ続けてると徐々に分かってくることもあると思うんですけど、ね、うん、でもなんかその従業員のスタッフの方から社長って言われて、なんかどうですか。
まあ、もともといる子は、まあ、あんま社長とは言ってくれないんで、あれですけども。あそちらの子の方です。そうそうそう。なんだろう。まあ、社長っていう人もいれば、うん、社員さんっていう人もいれば、まあ、新一さんっていう人もいますけれども、どう、まあ、あんまりこう、そこには、なんか、ね、うん、こだわってないというか。そうやね。うん、まあ、社長になりたいからっていうわけでもなかったから、ね。いや、そう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 、そこなんですよね。確かにね。うん、まあ、でも、ほら、変な話ね、もう、10月からインボイス制度が始まりますよとかっつって、うん、まあ、いずれみんなこういった道通るじゃないですか。まあ、免税業者の方々もね、はい、何らかしらの方法 で、うん、で消費税の対象になっちゃうというか、はい、まあ、5年前にね、株式会社やられてて、まあ、しっかりと財務省でも作られて、うん、でまあ、売上とか経費とか、うん、利益とか、うん、考えながらやっていくって、まあ、でも大変だけども、面白い側面とかってやっぱないですか？ありますよ、やっぱこう、社長になれたからっていうわけじゃないですけど、やっぱそうやって会社の代表になれたから、やっぱこう、その新しいことに向けてお金を使えるっていうか、あ、まあ、その挑戦できるって言ったら、ね、はいはい、その決定権が自分にあるっていうのは、やっぱりこう、うんうん、まあ、失敗するか成功するか分かんないですけども、うん、自分の一言で、やっぱ動いていけるっていう部分ですかね。なるほどね。うん、すごいですね。いや、でもそれはでも確かにそうかもしれない。うんうんうん、まあ、誰かその相談する人、まあ、もちろん誰かいるかもしれないですけども、まあ、でもある程度自分で考えて行動して、まあ、喜びも受け取れるし、まあ、その責任も受け取らなきゃいけないしってなってくると、まあ、それでやりがいはあるのかもしれないですね。うん、そうっすよね。今の6周年、ああ、いやいや、6年目じゃないですか。うん、今年でなんか6年目でなんかやってみたいことあるんですか？6年目でいや、新しいことには特にチャレンジはするつもりは今はないんですよ。うん、多分今結構建築の不況のような俺は気がしてて、特にうちなんかも今ちょっとその仕事が落ち着いてる部分があるんですけども、うんうん、もうちょっとこう地盤を固めるというか、なるほど、ね、うん、しっかりこう今までやってきたことをさらにこう、なんていうんですかね、もっとこうブラッシュアップみたいな、うん、レベルを上げて、うん、ちゃんと商品として、まだサンデコもやりたてなんで、あ、そうやね、うん、なんかもっともっとこう多くの人に知ってもらえる活動だったりとか、はいはいはい、現場をしっかりこう、うん、こなして、うんうん、なんか原点に戻るみたいな、自我ダメじゃないけどね、うん、感じですかね。まあ、でもそれでもいいんですかね。うん、そうですね。しかも12月に、11月か、11月にジャパンホームショー、はいはい、で、まあ、サンデコジャパンで4ブース、うん、それもちょっと楽しみじゃないですか。いや、楽しみですね。でも多くの方々に知ってもらえるっていうのはすごく大事なことですよね。そうっすね。だもう、まあ、こういう動画で言うのもなんですけど、本当すごいですよね、ヒデさんってね。すごいと思いますよ。はい。もうこれ以上ね、広げないんで、この話。なんいや、俺、しんちゃんの方がすげえと思いますよ。しんちゃんの方がっていうか、ほら、職人さんやってるじゃないですか。で、TikTok やってるでしょ。時々炎上する TikTok やってるでしょ。はい、で、Instagram やってて、YouTube やってて、ホームページやってて、情報発信めっちゃやってるんですよ。うん、やってます。で、元受けして、で、施工もして、で、しかも建材販売して。うん、すげえっすよ。よう5人でやっていけると思う。まあ、全然、だから、全然やっていける量なんですよ。それで言うとね。まあ、やっていけない時もありますけど、うん、人が欲しいなっていう時もありますけど、だやっぱなや波があるってことですね。まだまだ安定してないので、まあ、でもそれはまあまあどの業界もそうですからね。うん、だからすごいなと思うのが、樋口さんと俺が知り合った時っていうのは3人の会社だったんですよ。そう、うん、まあ、誰とはね、ちょっとまだ言えないです。このチャンネルではまだ言えないですけども、3人でやってた会社がだって今20人超えてるでしょ。20人超えてるね。俺すごいなと思うんですよ、マジで。人一人入れるだけでも大変なのに、しかもこう、建材販売。そうね、建材販売。ですよね。そうですね。で、施工も今はあるけれども、もともと建材販売だけだったじゃないですか。そうやね。どんだけ売れてんだって思いますよね。もう全然、全然。全然、もうどんだけ売れて、どんだけ儲かってんだろうって、本当に思うんですよ。全然言ってよ、早く、早く。いや、本当に思うんですよ。いやでもまあ会社を継続させていくとか人を雇用するっていうのはね、まあ、それなりに大
大変なことはやっぱありますけどね。いや大変でしかないと思いますよ。でもやっぱお金を会社に残していくっていうのはすごく、まあ、僕の中でのそのコンセプトというか、うん、まあ、大事にしていかなきゃいけないことかなと思うんですよ。だからほら、あの税金の勉強とか結構してるしね、はいはいはい、やっぱそんなところでは少しずつまだまだ勉強して進化していかなきゃいけないなとは個人的には思ってますけど、ね、その、まあ、僕ちょっと聞きたいんですけど、はい、まあ、そういう人を入れたりとかするじゃないですか、はい、でまあ、新しいことやってみようとか、思う思う思う、その成功と失敗の判断ってどこでしてるのかなと思うんですよ。もう失敗はもう途中でやめたらじゃないですか。ああ、だから要はやり続けてる限りは、やり続けてる限りは成功だと思う。だからあの途中でもうやめたと思ってしまった時点で、ああこれは失敗だったなと、まあ、向いてなかったなっていうか、今がタイミングじゃなかったのかなってやっぱ思うだけかな。まあ、うまいこと言ってなかったとしても、やり続けてればそれは絶対成功だと思うし、やり続けることができる、まあ、その時間やチャンスに恵まれてるって。またそうなんですよ。もう一個いいですか。いいですよ。まあ、うちそのまあ、ようやく5年じゃないですか、うん、で樋口さんたちの会社って30周年じゃないですか、はいはい、で樋口さん入った時何周年だったんですか。15、6年だから15周年とかじゃないの。あ、じゃあ15年は今の会社にいるわけじゃないですか。と思うけどね、確か。どの時期が一番辛かったんですか。それ、まあ、確かに5、6年目結構僕が入ったけども、5、6年目きつかったよ。あ、3年目きつかったわ。そのまあ会社自体は30周年だけど、樋口さんが入って15年ぐらいだよ。15年でしょ、うん、まあ、その15年前が、まあ、樋口カントリーベースだとして。そうだね、うん、でそこから、まあ、俺が知ってる限りだと、その要は今使ってる塗り壁だったり、うん、デザインコンクリートもそうですけど、まあ、全然まだまだだったじゃないですか。まだまだだった。で全然だこれ全然あれですよ、うんうん、全然こうなんかあの広まってないように俺は思ってた。確かに。で全国に使う人もいるけれども、まあ、各県に1社とか、そうやね、多分東北で言っても、東北地方だけで言っても 2,3 社しかいない。確かになかったぐらいだったと思うんですよ。確かに。でも、まあ、そこから1年、まあ、会社に入って1年目、うん、2年目、3年目くらいで多分そのもう任されてると思うんですよ、はいはい、まあ、俺が知ってる時点でも任されてるんで、うん、多分、うん、なんかいろんなこと経験してると思うんですけど、そうですね、その5年、5、6年目が辛かった。そうかな、やっぱそうだと思うけどね。それ何が辛かったんですか。まあ人が全員入れ替わったよね。はい、やっぱりあのなんですかね、その今までやまあたまたまだと思うんですけども、そう、入れ替わる前に俺束ってるんですよね。そうっすね。で入れ替わりましたでまたゼロに戻ったじゃないですか。そうやね。でそこから、まあ、岩本専務が入って、そう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 そ
5人とかになってましたね。なったなったなった。で、まあ、その入れ替わったところから1だとして、うんうん、まあ、積み重ねてった時に何年目が次辛かったですか。まあ、まだ5年目ぐらいかな。3年目か5年目。その後、その時はもう人入れ替わったなじゃないですか。そう。その時は次何に、仕事が忙しくなり始めた時にやっぱり会社として変化ができなかったんですよ。だからほら、まあ、あれかもしれない、人の名前言ったら、まあ、ここちょっとあれかもしれないけども、四季さんとか辞めてたじゃないですか。だから あの子が辞めた時に初めて会社として変化ができたというか。だから今までその人が辞めてたのは全部自分のせいだと思ってたからあ、まあでもみんなムカつくって。お前やめてけお前。今でも見ててコメントくるかもしれない。あの時の僕ですっつって。でも、その会社の成長していくじゃないですか。でも、いやおうなく変わっていかざるを得ない部分ってやっぱあるんですよ。うん、だって、その、伸びていくときって、伸びていったらやっぱり、物もたくさん取らなきゃいけないし、それはもちろん見積書もたくさん作らなきゃいけないし。で、その他の付属品も出てくるわけじゃないですか、うんうん、であれこんなはずじゃなかったのになって一緒に働くスタッフも思うことも出てくるんですよ。でそれがやっぱりまあガラッと入れ替わった時でもあったし、はい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 、あの時僕がまあ全然未熟だったんですけども、
でその後、まあ軌道に乗ってやっていくぜってなった時に、まあ、ボワッと行った時にやっぱ周りが見えてなくて、うん、まあ人が離れてったっていう、でもあれあその時にあ改めてビャッと気づいたんですよ。ああこれじゃこのままじゃダメだなっていう。でまあ人を募集して入ってもらったりとか仕事量のペースを落としたりとかっていうのをやっぱやってきてたんで、やっぱ3年とか5年とか、まあまあ、まあ30周年だけどね、でももちろん山田会長もあったと思うし僕自身もあったと思うけどそのぐらいのペースで何かの気づきってやっぱあるんですよ。そうなんですよ。だからまあ、これからも訪れるかもしれないんですけれども今5周年じゃないですか、うん、で僕ら30周年じゃないですか、うん、まあまあ良くも悪くもですよ。で30年前の人と一緒にいるかって言ったら多分そうじゃないですよ、うんうん、そうですね。そうそうそう、で、まあ、それもそれで一つの世の流れといいますか、うん、でこれからカントリーベースとかサグレッチサレとかが、まあ、まあ僕らはほらなんかその商品以外にもこうやって飯食いに行く家の中なんで、まあ、まあそれはそれでいいと思うんですけれども、うん、何か新しいことを始めたときにまた活動する人たちが変わったりとかすることもしかりなんですよ、うんうん、でそうやって人が離れたりまたくっついたりとかして、まあ、離れたりくっついたり離れたりくっついたりとかなんていうんですかね、そのやっぱ入れ替わりがあるっていうのも、まあ、ビジネスなのかなと思うことはあるんですよ。あそれそうです、まあ、昔ねすごい悲しいっていうか俺のせいやなとかって思ったけども、ずっとこうやって手を広げてね、ぶわっとなんか入ってくるもの入ってくるものずっと受け止め続けてたら今度自分が潰れちゃうから、あだから今これに長けてる人は今この人だけれども、うんね、これからまた AI とかチャット GPT とか出てきて、まあ、それに長けてる人たちももしかしたら仲間になるかもしれないし、うん、ってなってくると、そうですね、そうなんですよ、やっぱり入れ替わるんですよ、いろいろと、うん、そうなんですよ。そっかね、えまあね、いや本当にね5周年ねおめでとうございました終わり方が残念じゃあ来年、まあ来年からというか、はい、まあ今期というか、はいはい、まあ新しいこうスタートを打ち切ったわけなんですけど、はい、なんかもっとこうした方がいいよとか、うん、なんかアドバイスあればちょっと教えていただきたいんですけど、やっぱでもねしんちゃんはやっぱり自分でプレイヤーとしてやっているんでね、今若干ですけども YouTube とかも結構止まってるのかなっていう、そうね、あ止まっ週1頑張ってるぐらいです。ああなるほどですね、ええ、そのしんちゃん の活躍っていうのを見てる人たちもやっぱたくさんいらっしゃるし、うん、あとねどんどんと発信し続けていけばいいなっていうのをすごく思うかな。しんちゃんのやってるその、まあ、TikTok はちょっと検索はまだ別としても、うん、やっぱ YouTube とGoogle、うん、Facebook と Instagram っていうのはやっぱ連動してるんで、すごくいい攻め方はしてると思うんで、そこは昔と変わらずにどんどんとやってた方がいいなって思うのと、あとはねやっぱ会社の数字の勉強だね最近あれなんですよ、その TikTok とか、うん、なんかこう YouTube とかこうたまにこう見てるとこう、はい、なんていうんですかね、経営者は頑張っちゃダメだよみたいな、うん、なんか言ったりしてる人もいるじゃないですか、はいはいはい、だから要は俺なんか現場にずっと出てるし、要は誰か任せる人がいて、その経営者の仕事はその次を何するかとか考えないとダメだよっていう、うん、じゃないと会社潰れるよって言ってる人たちいるじゃないですか、うん、やべこのままじゃ潰れんのかなと思ったりもするんですけど、うん、やっぱそれって本当なんですかね。絶対に嘘だと思いますよいやそれはごめんなさい、嘘っていうのはすみませんちょっと言い過ぎました、はい、それはやっぱりビジネスモデルの形もあると思う。あビジネスモデルの形はあると思うけども、多分僕みたいなこういう喋ったりとか、うん、誰かに影響を与えたりする人間が僕の代わりになる人にやらせると失敗するもん、うん、でしんちゃんの技術に惚れてしんちゃんのこうにやってくださいっていう人もやっぱいるわけじゃないですか、うん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 、だからしんちゃんはずっと現場に出てやり続けるべきだと思うし、うん、で僕もずっと現場に出てお客様と接するべきだと思いますよ。あじゃあやっぱこのままでいいですか。俺ずっといいと思いますよ。いやなんかすげえほっとしました。いや絶対その方がいいと思う。最近すげえ悩んでたんですよ本当に。いやいやねただ無理はしない方がいいと思う、うん、やっぱさっきのね夏場問題の35度超えたりとか、うん、ああいう暑いところでやっぱ無理しない方がいいし、うん、でやっぱり昔はね1人の手元かもしれんけども、やっぱ40代とか50代だったらね、うん、2人3人の手元は入れた方がいいと思う、うん、まあまあでも現場に一切出なくなるっていうのは、まあ、しんちゃんの場合はやっぱり向いてないんじゃないかなと思う、うん、やっぱそうっすよね、うん、
だって俺思うんですけども、やっぱ現場とか営業とかもそうかもしれないけども、やっぱ従業員とかスタッフとやっぱ同じ環境で汗を流さない人っていうのは、僕の中でやっぱ経営者には向いてないんじゃないかなと思うことはあるんですよ。もちろんさっきの業種もあるよ、あの現場に出るなんていう経営者もいれば、まあ僕らみたいに現場に出て自ら実践して、でその影響を誰かに感じ取ってもらって、まあその文化を決めていくっていうタイプの人間もいると思うし、何が正解かっていうのはまあその人が決めればいいと思うけど、そうですね、大谷君だって二刀流じゃないですか。そうですね、あれでこう成功、まあ、あれで監督だったらまあさらにすごいかなと思うんですけど、だなんかそういう風になっていたいなと思います、ね、俺はそれでいいと思いますよ、うん、であのしんちゃんを支えるね、あのすごく素敵なスタッフの人たちがもう集まってきてるし、うん、それでいいじゃないですか、うん、そうですね、それでいいと思いますよ。分かった分かった分かった。何が分かった？現場は出るなってことですか？やめてやめて全然分かってないまあでもほらいいじゃないですかね。俺思うんですけども、僕とかしんちゃんとかがこうやって喋ってることがみんながそうだねそうだねって分かってくれなくても別にいいと思ってるんですよ俺、うん、そうですね、でもこんな人たちもいるんだなって思ってもらっていいじゃないですか、うん、でもそこで、ね、日本のどこかで活躍してる人たちがいてね、うん、なんかその業界を盛り上げてる人たちがいるのであればみんな運命共同体だしね、うん、それでいいと思うんでね。いいと思う。まああの本当にそんな仕事人生なんて限られてんだから、うん、もう100でも200でも働けないんだから、うん、ねえ、でねえって言っちゃったね。そろそろもうビール飲みに行かなきゃいけないじゃないですか。そうですね、はい頑張っていったらいいと思うんですよ。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、まあ、あの6年目も引き続き頑張ってください。はい、ありがとうございます。ではまた今後も引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました20分くらいいったでしょ。20分いってるでしょ、うん、ほら、はい、これノーカット版で流してくださいね。ノーカット版で流してみる、うん、これノーカット版の方が伸びるんですよ。そうなんですか、うん、ノーカット版でやってみようかな、うん、マジで。そうなんですか。マジでマジで、マジで。あ、でもあんま見る人いないか。やめてくれ今一瞬なんかまずいこと言ってないかなってすごい忘れちゃったんですよ